小学館の学習雑誌小学館の学年別学習雑誌小学1年生小学1年生が並ぶ売り場の右端2004年撮影小学1年生は1925年に日本の出版社小学館より創刊された小学1年生の児童を対象にする総合雑誌小学館が1922年より順次創刊していた学年誌の一誌。 小学1年生として1925年に小学2年生、小学3年生と合わせて創刊された。1941年度は国民学校令により雑誌名を国民1年生に、また1942年度から1945年度は姉妹市の2年生、3年生との統合し、良い子の友として刊行され、1946年に 国民1年生が復刊1947年の学校教育法制定に伴う小学1年生を経て1948年より小学1年生として現在に至る。1957年には B5 半サイズに拡大。1974年には発行部数が116万部に達した。年度が変わると読者は自動的に一つ上の 小学2年生に移るが、編集部自体は繰り上がらず、小学1年生編集部が次年度も同じ学年向け雑誌を編集する。2010年度発売以号は、内容がリニューアルし、学習記事の強化が図られ、前号学習ドリルが付録として付いてくるようになった。学習ドリルについては2011年度発売後以号も付録として付けられている。2017年度発売号からは、 再び大幅にリニューアルされ、付録がチャレンジ1年生や1年の科学のものに類似した本格的な学習教材となった。一方で漫画など、娯楽的な内容は大幅に削減されている。1997年度から2009年度まで価格は500円台であったが、2010年度から2016年度の価格は他の学年史と共に680円前後と大幅に値上げされた。 2017年の再リニューアルでは前日の付録の強化により1000円を超えて1480円の高も発生している。80年代90年代前半頃までは地方在住の一般人の新小学1年生の児童がカメラに向かって小学校入学後の抱負などを話すテレビ CM が放送されていた。一般の子供らしい無邪気なリアクションや コメントや地方ならではの自然豊かな背景などが視聴者に好評を博した。日本雑誌協会のデータによる隠し事の月、平均発行部数推移は以下の通り。小学1年生90年の歩み表紙コレクション、勉強を、遊ぼう。2010年、小学館の学習雑誌マニフェスト、歴代 CM ソングをメドレーで100曲収録。コンピ、ベスト CM100 発売。 CD ジャーナル2006年11月21日。いつまでもピッカピカの1年生、吉江和夫のブログ2008年8月12日。今年の小学1年生、CM ソングピッカピカの1年生の声は平井大さんだった小学館キッズ2019年3月6日。新1年生の母親、橋本恵里子二25年ぶり復活。 ピッカピカの一年生を歌う、音楽ナタリー、2019年12月2日。児童一人だけの場合や双子、友達同士などで出演する場合もある。画面右下に都道府県名と児童の下の名前、ありがとうございます。